Axel.net. Axel.net. Axel.net.net. こんにちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルと設立準備中の日本視覚障害者 ICT ネットワークの共同制作でサイトワールド2016の模様をお送りするポッドキャストです。中根です。はい、辻です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回は NTT ドコモさん、NTT ドコモの諏訪さんへのインタビューの模様をお送りします。では早速お聞きください。サイトワールド2016 NTT ドコモさんのブースにお邪魔しています。 NTT ドコモの諏訪さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、今年の出展の概要を簡単に、ご説明いただけますか。はい、今回ですね、昨年と同じなんですけども、ラクラクスマートフォン3と、ラクラクベーシック4、あと iPhone ですねを、音声読み上げを使いながら、今までスマートフォンを触ったことないような方向けに、簡単に操作案内をしております。あともう一つ、昨年の8月にリリースしましたムーブ&フリックを、引き続きご紹介しております。はい、でこれはまあ、じゃあブースの方での紹介と、あと、体験会みたいなのもやってらっしゃるんですかね、今年も。はい、昨日はですね、午前午後2回ずつの計4回だったんですけども、はい、今日は、午前の1回のみでした。ちょっと会場が抑えられなかったので今日は1回で、明日はまた午前2回、午後2回と計4回実施する予定です。どうですか、やっぱり結構人気がありますか。そうですね、ただ思ったよりですね、10名の定員だったんですけども、ね、他の講演会とかと被ってる関係もあって、ね、満杯っていうよりはまあ8名とか9名で、まあ、ほぼほぼ満杯という状況で、実施させていただくようなことになってます。コンサートに関心は高いっていう感じなんですね。そうですね。なるほど。これは iPhone の体験会。そうです、 iPhone6S で、はい、体験いただいております。あ、なるほど。はい、で、ブースの方の展示等に関しては去年と大体同じということですけれども、はい、多分聞いている人が気になっている部分としては、その、つい1週間か2週間くらい前ですかね、はい、ラクラクフォンの新しいシリーズが、発表になって、これがどんなものなのか、まあ興味がある人はね、本当に興味がある人は自分で結構調べたりとかなさってるんじゃないかと思うんですけれども、十分調べきれてないという方もいると思いますので、ちょっと簡単に、どういった製品が出る予定なのかっていうことを、教えていただけますか。はい、いわゆるガラケーと言われている、折りたたみタイプが、ラクラクフォンの機種名でいうと富士通 F の 02J というタイプの機種が、今年の12月中旬に発売予定です。で、今までのラクラクフォンとの、ちょっと違いという意味で言うと、まあ、大きく3つありまして、まず1つ目は、音声の、聞き取りやすさのアップということで、ボルテに対応しますので、あと富士通の、技術で、通話品質が上がっているというのが1点目です。で、2点目としましては、安心安全に関する機能の充実ということで、迷惑電話対策機能というのを新たに設けております。こちらは、電話帳に登録されていない人からの電話について相手にアラームを流すとか、そういったところでオレオレ詐欺とか、そういうのの防止対策として役立てばという機能を追加しております。最後、3点目につきましては、機能の楽しさアップということで、歩数計の応援メッセージというのを、つけておりますので、今日は5000歩も歩いたおめでとうみたいな、そんな感じでちょっと楽しさも付加した形で、つけております。なるほど。この、いわゆるガラケーフィーチャーフォンの方は、これまで同様に、メニューとかそういったものを音声で読み上げさせるような設定も可能なんですか。そうですね、富士通はもともと読み上げ機能が充実しておりますので、はい、視覚障害ある方は、比較的富士通の端末ラクラクフォンを選ぶ方が多くいらっしゃいます。はい、じゃあ、まあ、これまで同様に、安心して、まあ、買い替え等も、できると。そうですね、端末位置づけとしてはそういう端末なんですね。はい、やはり折りたための携帯電話の継続的な発売というのをご要望いただいておりますので、ドコモも当面は、機種は少なくなってきてますけれども、発売するというのは表明しておりますので、はい、引き続き出てくると思いますので、お楽しみによろしくお願いします。はい、であともう一つ、これに関して、気になっているのは、その、まあ、ボルテに対応ということで、まあ、新たに LTE を、積極的に使っていこうということだとは思うんですが、はい、そうすると月々の電話料金が随分変わるんじゃないかっていうような不安を感じる人もいるんじゃないかと思うんですが、はい、その点に関する施策とかって何か
新しい料金プランも出てきておりますので、はい、ちょっと私もあの現場の人間とは違うので詳しく料金プランはご案内できませんけれども、いわゆるガラケー向けの料金プランというのは、新しく設定していると。なるほど。じゃあ例えばその、ガラケーフィーチャーフォンからスマートフォンに乗り換えることを考えるとだいぶ、お安くなるような、そういうようなプランも、まあ、新たに。そうですね、はい。なのでボルテに対応したからといって急に跳ね上がるというような性質のものではないです。そうですね、やはり最適なプラン、あの家族で持つとか一人で持つとかいろんなパターンがあるので一概には言えませんけども、いろんな方に使いやすくっていうプランはさまざまな選択肢を設けておりますので、はい、なるほど。でこれがまあフィーチャーフォンですね。で、もう機種、スマートフォンの方も、ラクラクフォンシリーズが、発表されてましたね。はい、はい、3月に発売開始予定なんですけども、はい、こちらはですね、今までラクラクスマートフォン3は、アプリをダウンロードできなかったんですけども、はい、今のところ4ではダウンロードできるようなタイプというふうには聞いております。なるほど。ただ詳しくはですね、ちょっとまだ私も実機も触ったこともないので、ま、ちょっとこれ以上はちょっと、まっね、はい、時期も3月ということで、はい、まだはっきりした日付も決まっておりませんので、まあ、そうすると、じゃあ情報が、細かい情報が出てくるのは1月、2月ぐらいになると、まあもう少し分かるかなっていう。おそらくそうだと思います。はい、で、まあ、イメージとしては、今の、ラクラクスマートフォン、プレミアムでしたっけ、はい、アプリがインストールされたのがありますけれども、はい、あれに近いようなものをなんとなく想像しておけば、そんなに遜色ないと思います。はい、ただ名前はラクラクスマートフォン4なので、そこら辺が混同される場合がありますので、あ、なるほど、3で今ダウンロードできなくて次の4ではどうなんだっていうのがちょっと微妙ですけども、個人的にはなんかプレミアム2でも良かったような気がしますけどもなるほど。やっぱり まあ、それそういうような感じで受け止めておけば、はい、あんまり大きな間違いはないような、そうですね、位置付けの、端末と、はい、なるほど。まあ、今回の取り組み、それから、ラクラクフォンシリーズ新しい、製品について伺いましたけど、何か付け足したいされたいこととか、あるいは、PR されたいこととかございますか。ドコモのハーティー講座っていうのを展開しておりまして、スマートフォンの使ったことない方向けに、スマートフォンってやっぱり凹凸がないので、機種変更するのが怖いという方もいらっしゃいますので、ある一定人数が集まったら講座を実施して、無料の体験会もありますので、ホームページでご案内しておりますので、興味があったらお申し込みいただければと思います。なるほど。じゃ、これはハーティー講座というのはある程度人数を、集まればもう、実施していただけるというような感じの、はい、ものなんですね。8名以上14名までで、会場はご用意いただくんですけども、それ以外は端末と講師の派遣は無償で行っておりますので。あ、まあ、特に端末はね、用意するのはなかなか大変ですからね、はい、そういうふうに実際に触れる機会があるっていうのはすごく安心につながります、ね、はい、場所と人だけ集めていただければ、基本的には日本全国どこまででもスケジュールさえ合えば飛んできますので、ぜひご検討お願いいたします。はい、ここまで NTT ドコモの諏訪さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ここまで NTT ドコモの諏訪さんへのインタビューの模様をお聞きいただきましたけれども、辻さんいかがでしたか。そうですね、ラクラクフォンシリーズはやっぱりなんだろう、ユーザーのニーズに応じてというか、まあ、選択肢がちゃんとしっかりあるのがいいなと思いました。で、今後も新しい機種の発売が予定されているということで、私自身はまだちゃんと使ったこととかがないんですけれども、ぜひ新しい機種が出たらいろいろ試してみる機会があるといいなと考えています。はい、まあ個人的にはやはりその新機種がどんな感じなのかっていうことをね、ちゃんとまとめてお話を伺えたのが良かったかなと思いますけれども、で最後にね、ちょっともうちょっとこれ事前にちゃんと予習しておいて、もうちょっと詳しく聞けばよかったなと思ったんですけど、ハーティー講座という取り組みをご紹介いただきましたけれども、まあなんていうんですかね、そういった形でスマートフォンに接するチャンスをぜひいろんな方に作っていただいて、別にスマートフォンを使わなきゃいけないとは僕は全く思ってないんですけれども、スマートフォンだから便利にできることっていうのはやっぱりあって、そういったことで、もうちょっと楽しく暮らせるとか、自立した生活ができるとか、効率よく何かができるとか、そういうことを感じることができる、そういう、まあ
視覚障害がある人たち、まあ、僕らも含めてですけれども、あの一人でも増えてくれるといいななんてこともちょっと思ったりしました ね。ということで、まあ、ちょっと NTT ドコモさん、しっかり取り組んでくださっているので、引き続き期待したいと思います。はい、はい、ということで、今回は NTT ドコモ諏訪さんへのインタビューの模様をお送りしました。サイトワールド2016の模様をお送りするポッドキャスト、また次回です。さようなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback@axel.net、feedback@axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。